皆さんこんにちは、フクロウです。今回は延期されてね、本日配信されたモンパニのリセマラ情報をお伝えしていきたいと思います。まあ、やることは簡単で、200メガバイトぐらいのねダウンロードをした後、チュートリアルをすると、まあ、こんな感じでねプレゼントボックスからアイテムを回収できるので、とりあえずねチケットとか全部回収してしまうということをします。そうするとねガチャを30連回せるので、これをねバンバン回すという形になります。ガチャをね回してもらえればわかると思うんですが、結構ね有名なキャラクターがバンバン出てきます。で、まあ、ガチャ回した結果ですね、結局何が当たりなのかなっていうのがいまいちねよくわからない状態になりました。あとですね、若干プレイしてみたり、まあ、いろいろ調べたんですが、実はですね、キャラクターを確認する社員という欄をね、見ると、キャラクターのね、絞り込みができるんですが、そこにね、いろんなギミックのね、内容が規定されています。で、そこ見たらわかるんですが、できるだけね、ギミックに対応してたり、いいね、ストライクショットを持ってるキャラクターを集めた方がいいというのがわかります。だから30連でできるだけ揃えると。いうのがいいのかなというふうに思います。あとね、概要欄からこちらのゲームダウンロードできるので、まあ、そちらも確認してもらえればというふうに思います。